はい、皆さんこんにちは。幸畑練馬平和台社員アドバイザー高木です。今日は夏野菜が枯れてしまう7月後半の NG 行動についてお話をさせていただきたいと思います。今日はここ練馬区平和台というところに6月に開園したばかりの菜園で紹介をしております。トマト、ナスなど収穫を迎えて、これからとても楽しい時期に入るところであります。しかしこのような朝が続くと野菜も耐えられずに枯れてしまうという状況にあります。この時期やってはいけないこと5つのポイントについてお話をさせていただきたいと思います。最後にまた質問にもお答えしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは行きましょう。本題に入る前に、野菜作りをされている方、肥料の管理で気にしていただきたいなということがあります。これは牛糞、鶏糞、油かす、これが有機肥料の大きなもの3つですけども、7月後半になりますとかなり日中暑くなります。この中の肥料から水蒸気が出て湿った状態になるとカビが生えたりするので要注意になります。手間を見たら開けて乾燥させるということにちょっと気をつけていただけるといいかなと思います。本来はこのようにサラサラであるんですけども、この中の水蒸気が垂れたりするとこのように黒くなって固まってしまうということになるので気をつけた方がいいと思います。8月に入りますと秋冬の野菜作りの土作りが始まります。春に使ったものを余って肥料だるに入っている場合が多いかと思います。中の湿気が肥料に移ってしまって固まってしまう、あるいはカビが生えるということがありますので十分注意が必要です。今は肥料だるでお話ししましたけども、一般には袋で管理していらっしゃる方が多いかと思います。時々中覗いて湿気が入っていないかどうか見ていただきたいと思います。それでは早速 NG 行動に行きたいと思います。まず一つ目です。害虫の放置になります。7月に入りますとタバコガが大量発生します。あるいはカメムシなどもこの時期たくさん発生します。このまま害虫放置しておくと、せっかく赤く熟したトマトが腐って落ちてしまったり、枝豆ですね、特に枝豆なんかは豆が育たないということになります。ピーマンやナスなんかは中から食害され、そこから腐っていくという被害が発生します。早めに見つけて駆除しないと被害が大きくなりますので注意してください。今犯人のタバコガの幼虫を見つけました。このようにトマトに穴を開けて、この中に入って中の実を食害します。ここに雨水などが溜まって腐ってしまう原因となります。こちらをご覧ください。腐ってしまったトマトですね。これなんかもタバコガが入った後、これもありますね。こちらご覧ください。放置していくとこのような大きな穴が開きます。次々と食害していくようになりますので、見つけたら小さいうちに取ってしまうということが大事です。これホコリのようなものがありますけども、これ糞ですね。糞がこのように周りにありますので、この糞も目印になります。先ほど小さいうちにタバコガの幼虫ですねを見つけました。取ったものは残骸置き場、そういったところにきちっと処理していただきたいと思います。もしくは袋等に入れてご自宅を持ち帰りいただいて、生ゴミと一緒に処理していただくということが必要です。次に2つ目ですけども、葉物野菜の種まきです。種まきをしても、仮に発芽してもこの暑さですぐに枯れてしまうということになるので、基本的に7月後半の種まきはしない方がいいかと思います。もし葉物野菜を栽培したい方は、寒冷舎あるいは不織布等を使って日よけをするということもすれば、なんとか育つかもしれません。秋冬野菜の苗作りを、天候を気にしながらやるということも一つの手段かもしれません。いずれにしましても、この時期直まきはやらない方がいいと思います。こちらご覧ください。1週間ぐらい前に撒いたんでしょうかね。いい天気がずっと続いて、ひび割れ等も出てきてます。この苗の成長も多分止まってしまうというふうに思います。7月後半は普通に育てたとしてもなかなかうまく育ちません。それでも種まきしたい方は寒冷舎等を使っていただきたいなと思います。3つ目です。乾燥状態にしてしまうことが NG です。猛暑が続いています。そのような時に土壌を乾燥させないように注意していただきたいと思います。特にトマトについては、水をあげない、水を切ろうということがよくやりますけども、あまりにもやはりいい天気が続いて乾燥がしている場合は水をあげる必要があると思います。
土壌の状況を見ながらやっていきましょう。こちらの区画はほぼ定期的に管理がされているように思われます。白っぽい土というよりは水分を含んだ茶色い土の方が目立ってあります。ナスやピーマンをご覧ください。定期的にね管理されてますんで実つきも非常に良いと思います。夏の暑い時もしっかりと水をコントロールできればこのように立派に育てることができます。それでは4つ目のポイントになります。野菜の葉に水をかける、これは NG 行動になります。暑さのピークでもあります7月8月葉っぱに水をかけるというやり方をする方がおられます。しかし葉についた水滴がレンズの役割を果たしてしまって葉が焼けてしまうということが起きます。こちらにナスありますけども葉に水をかけます。このように水滴が葉につきます。これがレンズの役割になって葉が焼けてしまうということがよく見受けられます。またこちらの葉のように全体に濡れてしまうことでこの葉自身が高温になってしまうということもあります。十分な注意が必要です。やはり水をあげる場合は株元もしくは畝間ですね、こういったところに水やりをするということが必要になると思います。最後5つ目です。畝間が硬い状態は NG です。高温期によく発生してしまう青枯れ病、これは水はけが悪い場所でも起こります。4月頃から栽培してきた畝間が踏み固まってしまって硬い状態になっていると思います。そのような時は水はけが悪くなっております。少し畝間も耕すようにしていただきたいと思います。深く掘る必要はありません。クワで軽く固まってしまった土をほぐす程度、これで十分に水はけが確保できるようになります。ぜひ硬くなってしまった畝間の耕しやってみていただきたいと思います。定期的にお伝えしていることです。こちらご覧ください。特大のナスになってます。強烈な日光に当たって少しもう色がくすんでしまって艶がなくなってしまった状態になります。このように肥大化しちゃうのをこれをボケナスと言います。こうなるとナス自身ももちろん美味しくなくなりますし、この木もその分スタミナを使いますので、このようなナスはなるだけ作らずに適宜収穫していっていただきたいと思います。それではコメントにご返信していきます。こちらのタバコガの動画にコメントをいただきました。この情報を早く知りたかったですというコメントをいただきました。タバコガはまだまだこれから増えますので今からでも対策は遅くありません。定期的に観察してしっかり対策していただきたいと思います。頑張ってください。今回は夏野菜が枯れてしまう7月後半のやってはいけないこと5つのポイントについてお話をさせていただきました。幸せ岳練馬平和台菜園アドバイザー高木でした。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた。